今回は、50年以上の歴史を持つ、渚亭さんに再びお邪魔することにしました。3月末で閉店してしまうと、Twitter のフォロワーさんから教えていただきました。ちょうど去年の2月に、カツ丼とチャーシュー麺をいただきにお邪魔した記憶が蘇ってきます。外装から、歴史がすごい伝わってきます。なくなってしまうのが寂しい。路上駐車は切符を切られるそうです。ご注意ください。店内に入ると落ち着きます。お母さんと娘さんの接客からも、優しさがすごい伝わってきます。扇風機に、テーブルに、ストーブ。老舗好きの自分にはたまらない光景。ぜひ、老舗好きの視聴者さんは、足を運んでみてください。席は、お座敷、カウンター席、テーブル席があり、自分と友人はテーブル席にお邪魔しました。気になるメニューは、午前中で、ご飯がなくなってしまったとのことで、ラーメンのみとのことです。ご飯類が食べたい視聴者さんは、回転ダッシュを決めましょう。自分も決めなくちゃ。ラーメン大盛り到着です。渚亭さんの歴史が詰まったラーメン、ありがたき幸せ。ラーメン大盛りいただきます。まず、大好きなチャーシューからいただきます。口の中に広がるお肉の旨味、たまらんです。麺は中細の低加水麺。ガラ醤油のスープが染み込んだ麺、グレート。がっつりと入った麺、大盛りにして大正解。お昼時を外したのにもかかわらず、満席状態、人気がうかがえます。青菜いただきます。青菜の甘みに、スープがめちゃくちゃ合います。初めて連れてきた友人も、ラーメンの美味しさに絶賛。ご飯類はなくなってしまいましたけど、昔からの美味しいラーメンが食べれて、大満足。メンマをがっつりいただきます。噛むとスープの味が口の中に広がる、うまうまメンマ。美味しいチャーシューをごちそうさまでした。スープに浸った海苔、ブラボー。ナルトいただきます。ここから、レンゲでいただきます。この味、この味、と言いたくなる、鶏ガラのコクと醤油の絶品スープ。スープにネギが合っています。醤油ラーメンと、友人も大満足。ここから、一気にいただきます。ラーメン大盛りごちそうさまでした。
今回は、閉店してしまうと視聴者さんに、教えていただき、お邪魔することができました。ラーメンの美味しさに乾杯です。3月末までやっているので、ぜひ、食べたいと思った視聴者さんは、足を運んでみてください。自分もあと1回はお邪魔したいと思っています。では、今回はこの辺りで失礼します。